デルタが現場には激しい戦闘の跡とその時切断されたと思われるこれが任務を放棄したとは考えられません。あいつは、あのバカはバカだけど、絶対アルファ様の言うことは。捜索は続けて、せめて遺体の回収だけでも。アルファ様、偽札の流通量は増え続けています。このままでは市民は紙幣の価値そのものに疑問を抱き、いずれ我々三越商会へも換金の波が押し寄せるでしょう。予測される換金量に対処する資産は商会には。対策は急務です。奴をジョン・スミスを排除して。最初からこれが狙いだったのよ。偽札で小銭を稼ぐような底の浅い計画ではない。我々と大商会連合が商業戦争にかまけている間に、奴は種崩壊を起こし、我らの両方を破綻させ、全てを奪い取るために。市場が生み出す利益ではなく、利益を生み続ける市場そのものこそが狙い、そんな、遠大な計画を。ジョン・スミス。大事な、報告が。ジョン・スミスへの対策のため、我々は、デルタを派遣しました。結果、彼女の消息は途絶えて死亡したものと思われます。いや、何でも。いや、待て。いや、デルタは、そう、デルタは少し遠いところへ行っただけだ。そうですね、デルタは少し遠いところに行ってしまっただけ。冬眠でもしてるのかな。ジョン・スミスは相当な手だれです。もし可能ならばシャドウ様に。すまないが、やることがある。いえ、分かっています。ご無理を言って申し訳ありません。デルタは、デルタはどうなったの。遠いところへ行ってもらった。そんなんじゃ、そんなんじゃ分からない。あなたが分かっていても私には分からない。あなたができることも私にはできない。だけどそれでも